すごいガツガツ来る人が多いから、それはちょっとおってなんか引いちゃう時もあるし、圧がすごいなって思ったことあります。ああみたいな感じ、背置きみたいな。Hey guys and girls, it's Cathy Catch. Today we are gonna go hit the streets of Tokyo and find out if Japanese people are scared of foreigners, and if so, why? So let's go and ask Japanese.私が急に声かけたじゃないですか。いやなんかたまにあの外国人ちょっと怖いなとか思ったことありますか？僕は比較的いろんな外国の方に会うことが多いので思わないですね。あのよく会うってことはどういう意味ですか？あの仕事とか、あと普通にプライベートでもハーフの方とか結構こうお会いすること多いんで、英語で話したりもしますし、僕はあんまり抵抗ないですね。もう慣れてきたって感じ？全然もう変わんない、僕自分と変わんない感じで接してます。自分は大丈夫って言ってるんですけど、友達が怖がったり、友達いるんですか？やっぱりこう目力強いからですね、その外国の方は。僕とか目細いんですけど、ちょっと優しく見えるじゃないですか、なんか笑ってるみたいな。だからこうすごい見られてる感じがするんですよね、その外国の方だったら。別にその方が悪いわけじゃないんですけど、こっちの完全な被害妄想でっていう感じです。目合わせるには慣れてないってことですか？そもそもなんかあんまり目を見て話せる人が少ないんですけど、さらにこう目力強いともっと話せないみたいな感じになるんじゃないかなと思います。今私たちでも目合ってますよね。はい。それは外国人と一緒に接して慣れたってことですか？そうで、それもありますし、人にすごい多く会ってるので、目を見て話すっていうのは僕が慣れてるだけだと思います。自分はどうですか？外国人ちょっと怖いなと思ったことあるんですか？まあ人種によるのかなと思ってて、こう中国人とかだとすごいガツガツ来る人が多いから、それはちょっとおってなんか引いちゃう時もあるし、まあでも彼と一緒でそこまで偏見とかないのかなとか、まあただ体格的にねすごい怖い人とかいるので、そこは普通に怖いなと思いましたね。でかいし。ああ大きい人は怖いってことですか？まあ、ね、黒人で2メーターぐらいの人って怖いですよね。うん、そんな感じです。その時にもあのバイトとかはカフェとかしてたと思うので、はい、その時になんか怖い人がいる時にはどうやって接しましたか？ちょっと手震えながらコーヒー出すっていうこんな感じ。カタカタカタって言いながらね。じゃあ、なんか人種によるってことはどういった感じが一番怖いんですか？まあ多分日本人はすごい控えめだからこそ、なんだろうな、こう、まあ、中国人とかで僕から見るとすごいハングリーだと思ってて、嫌っていうよりはすげえなって感じの感覚で見てますよね。一番あの何て言うの、人種的に近い外国の方は怖くない人は大体何ですか？怖くない、なんだろう、別に白人の方もすごいいい方とかやっぱりいっぱいいるじゃないですか。っていうか、まあそこまでこうないあんま差別はないなと思いますね、区別っていうか。あ、理解する前になんか外国人に恐怖感とかあったんですか？僕大学卒業ぐらいまで外人と喋る機会なくて、異世界ですよね、うん、だからまあ何でしょう、怖いっていうか体感したことないから。でも喋ってみると意外といいやつっていうのがあったので、まあ、最初からそこまで怖くはなかったですね。僕は正直超怖かったですね、もともとは。なんかよくわからないものって怖いなと思うんですけど、なんか別にその人がどうとかじゃなくて、ただ知らないから怖かったのかなっていうのは今思えば思いますね。知らないものにあの振り込むって日本人が結構怖がっちゃうタイプですか？そうだと思いますね。最初のなんか外国人の触れ合いとかはいつだったんですか？でも高校とかでなんか留学生とか来てたんで、そこで、まあ、結構こう明るいじゃないですか、まあ、そういう国の方だったんですけど、ってなったら面白いなと、人気者になったので、そこでこう仲良くなった感じ。ただなんか変なあの言葉を覚える人とかもいたんで、なんかバカ野郎とか、なんかそういう死ねとか言ってくる、まあ、それはそれで面白かったんですけどまあそちょっと周りの環境がちょっとよろしくなかったのかなって思いますね。僕沖縄でなんかヒッチハイクとかしてたところにゲストハウスで出会って、すごいいい3人組の韓国人かな、だから韓国語結構教えてもらって、で逆に日本語教えるっていうので、こう交流を図ってなんかトランプとかして遊んだりとかっていう、すごい丸い始まりでしたね。3210、ちょっとなんか外国人あの怖いなとか思ったことありますか？いや、なくて逆にかっこいいなって感じで全然怖いと思ったことないです。あの例えばもう幼い時にまだ外国人と一切関わるない時にはちょっと怖かったりとかしたんですか？あ、背の高い、すっごい背の高い人はなんか圧がすごいなって思ったことあります。ああみたいな感じ、背大きいみたいなあ、じゃあ急に外国人が現れてきて英語で道聞かれた時には怖かったりとかしますか？
どう伝えたらいいか分かんなくて必死に答えるんですけど伝わってるか分かんないで結構自分自身も困っちゃったことはあります。なんか一旦止まるって感じそうです。自分はどうですか急に Hey, could you tell me the way to 明治神宮前 station? なんか英語喋れないから指とか指してほしいあでも頑張る頑張ります。じゃあこれで全ての質問でした。ありがとうございます。Strong and muscly guys might not only be seen as, wow, cool, they might actually be seen as kind of scary. That is because the majority of Japanese men seem to be a lot smaller and more slender than the average foreign guy. Well, depending on which country you're coming from, but generally the idea of big, muscly guys, some girls find that as a big turn-on, as you might have seen in some of the former videos we put up. Some girls might actually feel a little bit intimidated, like, wow, they're so strong, like, I'm kind of scared. But not everyone is. Like in another video, girls actually said they really like that. So some people love find it hot and some people can't deal with the heat. So that really depends on what kind of person you also meet at the same time. I see that Japanese men have it sometimes a little bit harder on the first term of the first impression kind of thing, which means, for example, on trains, sometimes Japanese people don't want to sit next to foreign men. I've seen that a couple of times. And sometimes, you know, when people hand out flyers or tissues, they might not get something. But that really depends on, I spoke with a couple of guys and some people had negative experience, some had absolutely no negative experience. Really depends on where you're going. On the working world, as a foreign man, you might have it a lot easier than a foreign woman in the working world. Because Japan tends to be still a little bit more traditional in the sense of certain things like that. Now, how is that in your country? How are foreigners being treated? Are people scared of foreigners in your country? I hope not, but let us know in the comments down below. Also, don't forget, with comments, and especially when we talk about stuff like that, always be nice to each other. Don't offend each other, please. And I'm looking forward to seeing a mature discussion in the comments down below. On that note, I hope you found this helpful. Please leave a big fat like on the way out. And if you're new, don't forget to subscribe. There's also related stuff in our videos if you want to keep watching. Catch you soon on Ash Japanese. Bye!